今回も始まりました、 KOD OK、 イエーイ、はい、ということで今回は今日は、はい、稲田堤に来ています。はい、まあちょっと今日ね歩いて歩きながらな、諸事情で諸事情でねお察しください。はい、はい、ということで前回が慶応長山で多摩市だったんですけど、そうですね、ここで川崎市神奈川県に入ります。はい、東京と神奈川の県境が結構複雑で線路もねちょっと蛇行してるんで、はい、相模原線乗ってると東京と神奈川も行ったり来たりするんですね。すごい複雑ですね。実はね長山の次の若葉台でも一度神奈川に入って、はい、次の稲城でまた東京に戻る。はい本当に複雑ですねそれは。ややこしいんです。ややこしい。ちゃんと地図で見たことないからあんま気にしないところかもしれないけど、実際言うとねあちこちしているということで、あの線乗ってるだけで ね、 蛇行してね。はい、そんな、はい、稲田堤ですけど、はい、まあ、どうですか。いや今もこうやって歩いてますけど本当に乗り換えの駅なんですよ私からすると、まあね、素通りしちゃうんですよね。そうそうそう、でもね乗り換えでしか使わないんですけど、いや本当そう、京王線と、ね、JR で駅が離れてるんで、うん、降りることは降りるんだけど、うん、まあ、行きは急いでるし、そう帰りは早く帰りたいし、帰りたいね素通りするだけみたいな、ね、そうね走っちゃったりね。結構お店でも乗り換えてる時にいろいろあるなと思うんですけどね、なかなかね止まれない、もう帰りたくてなかなか寄れなかったりとか、いつかね開拓しようとは思ってるけど、うん、まあ、そんなこと思ってるうちに5年経ってたみたいな。いやもう月日経つのが早すぎる本当に。そうするとね時間経つのも早いんですよね。いや怖すぎます、本当に怖すぎる、やばいよね。まあそんな稲田堤ですけど、はい、まあ、この名前はどう見ますか。稲と田んぼの堤防があったっていう文字に捉えられるので、そんな感じじゃないかなっていう予想。どうですか。まあ、まあそのまま。え、本当に。そのままっていうか本当に、まあね、手前に稲入ってるので稲作が盛んに行われてたので、この辺りは、ね、昔稲田村という、稲田村、はい、そういう村でした。知らなかった。それでそこに多摩川の堤防があるから稲田堤っていう、まあ、単純な名前。多摩川の堤防、そっか、そしたら確かに稲田堤、なんか組み合わせて稲田堤にしちゃったんだね。なるほど、まあ単純な名前なんですね。はい、でもなんか一見ね何の変哲もないこの名前には、実はね日本人が愛してやまないあれこれが関係してます。はい、何、え、何、米とか今回のテーマは、はい、日本の心稲田堤。いやー、やばい、何また随分とスケールがでかいテーマになりましたね、はい、楽しみ。ではそれが分かる場所早速向かっていきましょう。はい、600m ぐらいのところに向かっていきます。ちょっと歩きましたね、またこれまた。お、さあここはどこだか分かりますか。多摩川です。そう、多摩川です。はい、これが稲田堤の堤防、稲田堤です。え、これが、へえ、わあ綺麗だ。この堤防の名前を取るほど駅のすぐ近くでもないですよね。確かに全然違う。じゃあなんで駅の名前になったんでしょうか。そのヒントがこの石碑です。これは、なんて書いてあるんだろう。あー、待って、読めない。なんて書いてあるんだろう。実はここ、はい、昭和初期まで桜の名所だったんです。日清戦争勝利を記念して村の有志が桜を植えたのが始まりで、最盛期には2000本もの桜並木になり、関東で3本指に入るぐらいの名所になりました。そうだったんだ、すごい、初めて知った。だから稲田堤の名は地元の人たちがこの桜並木を広めたいという思いからつけた呼び名だと。はあ、そうなんだ、すごい。ただ残念ながらその桜並木は戦後の燃料不足、うん、道路工事、あと排ガスの影響でどんどん数を減らしてしまいました、うん、えー、
だね、まあ、稲田堤という名前はそんな桜並木があった記憶を守り続けているわけです。はあ、桜の木もちょっと残ってますしね。でこれがその時の石碑だということですね。ちなみに JR の稲田堤が開業したのは1927年 で京王稲田堤が開業したのは1971年なんですが、ほう、まあ、一説によると稲田堤という名が広く知られるようになったのは1916年に京王玉川駅が開業した頃で、うん、京王玉川駅を桜の名所稲田堤の最寄り駅として京王電気鉄道を宣伝したのが始まりだそうです。え、じゃあ京王線が最初なんだ、広め始めたの。その後 JR の駅ができた時に稲田堤という名が付けられ、はい、そのさらに後に京王稲田堤ができるというちょっとねややこしい歴史がすごい、なんかあっち行ってこっち行ってあっち行ってこっち行ってみたいなことになったんですね。ややこしい歴史があるらしいです。はいはいはい、すごいな。ここもまたもっと桜が増えてまた名所に戻ったら嬉しいな。そんなわけで日本人の心であるお米と桜に深くゆかりのある稲田堤でしたが、今回のテーマは納得していただけたでしょうか。はい、めっちゃ納得しました。また稲田堤という名前がすごいなと思いました。ただの乗り換えの駅だけじゃないっていうことが分かったんで、桜もまだ残ってるし田んぼの名残もあるし歴史のある町だったんだなってまた思いました。ここ向かってくる時も結構田んぼの名残の水路みたいなのが結構ところどころに張り巡らされて残ってたよね、いっぱいね。田んぼの名残もあるし、うん、まだね川にも桜も何本か残っている。そう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 、日本の心はそう簡単に折れないということですね。確かにそうだね。はい、というわけで、はい、多摩川歩いたの初めてだったんでまたなんかいい機会になったなって思いました。バカ言って。続いて稲田堤グルメを紹介いたします。まず紹介するのはこちら、京王稲田堤駅から徒歩7分のところにあります、コスパの良い肉ランチが楽しめる黒毛和牛焼肉日向さんです。こちらでは焼肉セットをはじめとしたランチメニューが楽しめます。今回は選べる3種の焼肉セットを注文。セットにはサラダとスープやキムチ、そしてご飯はなんとおかわり自由。デザートにオレンジがついていてこちらも嬉しいですね。お肉は種類が多くてどれも捨てがたいですが、やはり黒毛和牛は外せません。うわー、やばすぎる。上品な脂がお肉、タレと相まって自然とご飯が進んでしまいました。とてもおすすめなのでぜひ行ってみてくださいね。続いては京王稲田堤駅から徒歩7分のところにあります、美味しいコーヒーが味わえる喫茶店千さんです。ご夫婦で営んでいる小さな喫茶店です。コーヒーは豆の量り売りもしていました。机にあるチョコレートと一緒にコーヒーを飲んでふーっと一息つくのもいいですね。ぜひ足を運んでみてください。さてお次は京王稲田堤駅から徒歩10分のところにある手作り豆腐のお店ひろた豆腐店さんです。こちらは地元の人に人気なお豆腐屋さんですよ。今回はあば雪豆腐と絹豆腐をお持ち帰り。私の好きなトッピングをして冷ややっこでいただきます。醤油、生姜、塩でいただくあば雪豆腐は濃厚で弾力のある大きめの豆腐なので満足度も大きくとっても美味しかったですよ。絹豆腐は麻婆豆腐にしても良かったんですが、やはり比較したいので冷ややっこで。今回は私のお気に入りキッコーマンのサクサク醤油でもいただきます。濃厚な大豆を味わえる美味しいお豆腐でした。ぜひ稲田堤に行った際は寄ってみてくださいね。はい、ということでエンディングでございます。はい、イエーイ。どうでした？いや、ね、やっぱり、ね、稲田堤正直回るの初めてだったんで。いや本当だ、ちゃんと歩いたことは私もないなかったんで、うん、いい機会になりましたよ。そうですね、なんか多摩川って歩いていけるんだってなんか
初めて知った多摩川まで歩いたことなかったんで、稲田堤駅から行けるんだなって改めて知ったので、なんかここもすごい遊んだりピクニックとかもできそうな感じするので。そうね、だからもう今これ1月なんですけど撮影。そう、1月、ね、後半もうこの時期ね、家出るのがしんどいからね。うん、そうだね。今日もね、正直ね、撮影来たくないぐらい朝寒くて、そこまで来ちゃうとね、そんなこと言い出してたの急に。外出たくない、寒いとか急に連絡が来て、最強寒波の時だったからね。もう出るの億劫だったけど、今というかもう昼からね、多摩川を歩いていると、いやもう気持ちいいのなんのでね、あったかいね、本当にピクニック日和。そうだね、春とかももっとあったかくなって過ごしやすそうですね。花見とかもまだ桜もあるんで、ね、桜見に来るのもいいんじゃないですか。ね、そうだね、おすすめです。焼肉もね、美味しかった。黒毛和牛ね、本当にたまらん、たまらん、たまらん。肉しか勝たんのよ、やっぱり。他にもね、稲田堤はあの焼肉屋さんいっぱいあるんですけど、比較的あの新しくできたお店だったんで、ちょっと気になったので今回は行ってみました。ぜひ皆様も行ってみてください。喫茶店もね、うん、ああいう雰囲気の店ちょっと好きなんで。いや本当個人でやられてるお店なんですけどね、もうすごい素敵な空間でしたね。また至福のひとときでした。こちらも行ってみてほしいところばっかりなんですけれども、稲田堤多摩川だけじゃないので、他もいっぱい行ってみてほしいなと思います。素通りするのはもったいない。ね、もったいない、本当そうだね。ただの乗り換えの駅じゃないぞっていうところですね。はい、ということで今回もご視聴お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、チャンネル登録や高評価ぜひお待ちしておりますので、どうぞお待ちしております。コメントもぜひ書いていただけたら、ね、嬉しいよね。はい、ぜひお願いいたします。ということで次回は、次回は調布です。調布、おー、あの真ん中の乗り換えの駅の調布に行くということで、楽しみにしていてください。皆様、はい、ご視聴ありがとうございました。それではバイバーイ。